はい、お世話になっております奈良です。今回来ているのは東京の東の最果て、千葉県との県境に位置している小岩です。小岩といえば、とにかく安い町、物価も家賃も23区で最安レベルの町として知られていて、マツコデラックスがね、テレビの月曜から夜更かしですかね、でよく小岩推しの発言をしていて、一度住んだら離れられなくなる町とかって言ってるんで、なんかやばそうな街っていう印象あったんですけど、いざ降りてみると普通に綺麗な街並みの雰囲気を感じますね。ということで、まず北口から見ていくんですけれども、まず駅前正面にあるイトーヨーカドー、こちらは地下から6階までの大型店舗で、食品、日用品、衣料品、サイゼリアなどが入っています。地下1階と1階が食品売り場になってるんで、北口に住んだらお世話になるスーパーになるでしょうね。ただ北口駅前は今後再開発によって駅前の広場の拡大と、あと高層マンションビルが建つ計画があるので、このイトーヨーカドーは解体されちゃう予定みたいですね。で、小岩は北口南口ともにかなり 大規模な再開発が進行中で、多分今後どんどん街が綺麗になって、もうもはや安い街ではなくなっていくと思われます。で、小岩は南口側がどちらかというとディープというか、商店街がわちゃわちゃとある感じで、こちらの北口側は割と綺麗めというか、5分ほど駅から進んだところにある蔵前橋通りっていう通りを越えるとマンションとかアパートが建つ住宅街が広がるので、比較的住みやすいエリアなんじゃないかなと思います。南口の方には居酒屋とか飲み屋も結構多いんで、酔っ払いも、北口の方がどちらかというと少ないかと思います。で、駅近の路地にはマクドナルドと、あとワイズマートっていう24時間営業のスーパーがありますね。先ほどのイトーヨーカドーのスーパーは22時までなんで、ワイズマートの方が利便性高いかもですね、駅近ですし。で、このイトーヨーカドーの左側の通りは比較的平和というか、道路も広くて、ラーメン屋とか日高屋とかコンビニとかおなじみのお店が並ぶ程度なので、歩きやすいですね。この両隣の通りは商店街っぽく、狭いところにお店が連なっていたりとか、一方は夜のお店が並んでたりするんで、帰り道としてはこの通りをメインにするのが良さそうな感じはしますね。そして数分歩くと蔵前橋通りという大きな通りにぶつかりますけれども、ここを越えて向こう側に行くと住宅街が広がっているので、小岩に住むならおすすめのエリアなんじゃないかなと思います。通り沿いには築浅のマンションも建っていますけれども、4車線道路に面していると騒音はかなりのものなので、結構覚悟は必要だと思いますね。僕も小岩ではないんですけれども、この同じ蔵前橋通り沿いのマンションをいくつか内見したことがあるんですけれども、ちょっと車の音うるさすぎてとても無理でしたね。そして一つ隣の小岩北口中通りを歩いてみますけれども、この通りはクラブとかバーとか思いっきり夜の雰囲気を感じる通りですね。あとこの辺っていうか、小岩という街全体に言えますけれども、エスニック系のスナックとか東南アジア系のお店が多くて、フィリピンパブとか、タイ古式マッサージみたいなお店とかね、多国籍な空気がかなりあります。外国人ホステスのお姉さんが片言の日本語で話しかけてくる感じとか、同じ総武線の歓楽街である錦糸町のそれを感じますよね。なんかリトルバンコクとか呼ばれたりもするそうです。で、小岩は江戸川区になるんですけれども、江戸川区って外国人がものすごい増えてて、外国人の数が2021年時点で3万6千人くらい、東京の23区では新宿区に次ぐ第2位の数なんですよね。で、江戸川区の人口増加の内訳を見ても、日本人より外国人の数の方が増えてるっていうレベルです。で、外国人も小岩は結構幅広く、韓国とか中国とか、フィリピン系のアジア系全般が集まっていて、で、例えば同じ江戸川区の葛西なんかにはインド人がめっちゃ多いって言いますよね。外国人が多いと何なのっていう話ではあるんですけれども、やっぱり外国人の多さを見るとイメージ的に治安の悪さを感じちゃうっていう人も多いんじゃないかっていうのは思いますね。そして場面飛びまして、こちら蔵前橋通りを越えたところですけれども、この辺からは住宅街が広がっています。大きなライフもあって、わざわざ駅前のスーパーまで行く必要もないですね。戸建てとかマンション、アパートとか団地とかも多様な住宅が並んでいます。
で、この辺で小岩のアクセス情報とか家賃相場についておさらいしたいと思いますけれども、まずはアクセスですね。小岩を選ぶ人っていうのはやっぱり総武線の錦糸町とか秋葉原とか新宿あたりに出る人が住んでるっていう印象が強いですね。まあ、あと乗り換えが必要ですけれども、東京駅にも20分前後なので、東京の最東端といえども都心へのアクセスが悪いっていうわけではありません。あと電車だけじゃなくて、バスが、結構充実していて、区内の移動はもちろんディズニーとか、あと羽田空港、成田空港への直通バスもあるんで、思ったより利便性は高いんですよね。そして小岩の最大の魅力といえば安さですよね。家賃相場を見ても総武線の東京都の範囲内の駅では最安と言われています。なんなら小岩の次の駅からも千葉県エリアになるんですけれども、千葉の西船橋とかの方が小岩より家賃高いんで、都内なのに千葉より安いというね。なんで東京23区で安く住むなら小岩っていうのはよく知られていると思います。ちなみに小岩の一つ手前の駅に新小岩っていう、まあ、よく比較される駅がありますけれども、小岩は新小岩よりも数千円くらい家賃が安いです。あと江戸川区、小岩は江戸川区になるんですけれども、新小岩の方は葛飾区になるんで、名前はそっくりで隣の駅ですけれども、区のサービスや取り組みっていうのも違ってくるので要注意ですね。小岩の江戸川区は子育てをするなら江戸川区って言われるほど子育て関連の福利厚生が手厚いことで知られていて、公園とか区民館も多いです。事実として江戸川区は子どもの割合が結構高くて、小学校の数が23区で最多っていう一面もあります。そしたら北口はこの辺にして、より小岩らしい雰囲気が広がっている南口側を見に行ってみたいと思います。南口はこんな感じで、駅前がバスやタクシーのロータリーになっていて、そこから放射線状に3本の商店街が伸びているっていう構造になっています。で、まず目につくのは駅出て右手にあるいかにも新しそうな商業ビルですね。こちらは、ファスタ小岩、正式名称はファスタ1っていうんですかね、っていう今年2021年にオープンしたばかりの再開発された小岩のランドマーク的な存在になるであろうものです。で、中にはドトール、くら寿司といった飲食店から、ネットカフェの快活クラブとか、フィットネスジムのメガロス、あと最上階には野村証券が入ってるようですね。で、その隣にはプラウドタワー小岩ファーストっていう地上22階建てのタワーマンが建ちます。現在はまだ建設中で、2022年に入居開始予定の新築タワーマンですね。で、小岩は現在3エリアで大規模な再開発が進んでいるところなんですけれども、ここがその一つですね。さらに2025年完成予定で33階建てのタワーマンと商業施設の建設予定が一つあるのと、あともう一つは先ほど言った北口側の駅前の拡大再開発ですね。こちらは2029年の完了予定ということです。なので小岩は今から10年間でかなり生まれ変わるっていうことですね。タワーマンが建つ時点で人がある程度流入してくるっていうのが想定されてますし、2棟のタワーマンを皮切りに新築マンションが増えれば家賃相場も押し上げられてくると思うんで、良くも悪くも小岩は新しい街になっていくんだなっていう感じですね。そしてちょうどこの右側の工事してるエリアがもう一つのタワーマンと商業ビルが建つところですかね。こっちに建つのは地上33階建てのタワーマンなんで、さっきのプラウドタワー小岩ファーストよりもさらにバカでかいですね。で、その向かいにはスーパーのサミットも入っていて、立地は抜群ですね。24時間営業じゃないですけれども、深夜1時まではやってるんで、帰りが遅くなっても安心して使えるスーパーです。そしてそんなタワーマンの足元に伸びているのが3つある商店街のうちの1つであるフラワーロード商店街です。この商店街全長1733メートルっていう超長いアーケードの商店街で、200店舗以上の店舗が並ぶ、小岩で最も賑わう商店街ですね。昔ながらの八百屋とか食品店とか婦人服のお店とか、あとファミレスとか様々なお店があります。ただ商店街にはいろいろなお店が並んでますけれども、一つ小岩のデメリットだなっていう感じたのは、今時の若者向けのおしゃれな店舗がやっぱり皆無なんですよね。例えばユニクロとか GU とか、
あと無印良品とか、まあ、そういうのが全然ないんですよね。やっぱり商店街を歩いていてもちょっと古びたっていうか、まあ、そんな印象は受けますね。駅から離れるにつれてだんだんとシャッターが閉まったお店も増えてきて、通行人の数も減っていきます。まあ、今後の再開発でショッピングセンターっていうか、まあ商業施設ができるので、そこにユニクロとか無印っていった今時の人気店もできるとは思いますけどね。はい、そしたら一度南口駅前に戻りまして、今度は駅出て左方面を歩きます。左にはサンロード商店街っていう商店街が伸びていますけれども、その前にちょっと怪しげな雰囲気のある路地を見つけたので、そちら行ってみたいと思います。この地蔵通りには夜のお店とかピンク系のお店が結構並んでいます。まあ、これぞ小岩っていうディープな雰囲気を感じられますね。小岩は再開発で生まれ変わりそうとか、あと江戸川区は子育てファミリーにもおすすめとか言ってきましたけれども、やっぱりいざ小岩に住むとなると治安面が一番ネックになるかと思います。やっぱりこうしたピンク系の店舗が並ぶ通りとか、また飲み屋が連なってる場所もあるので、夜は客引きとか酔っ払いが多くなるところに治安の悪い空気は確かに感じます。ただ実際のデータで見てみると、小岩が属する江戸川区の刑法犯罪の認知件数っていうのはめっちゃ減少してて、昔こそ23区でバースト1位とか取ってたんですけれども、今は4位5位あたりをうろうろしてるので、まあ、突出して犯罪が多いっていうわけではないです。で、小岩の刑法犯罪の、推移も着実に減少傾向にはありますね。まあ、マツコの、番組で小岩住民に小岩はどんな街ですかっていう質問したら、諸店犯罪が多いとか露出おじさんが出没するとか言ってましたけどね。まあ、一応実際のデータで見てみると、最も多い犯罪はダントツで自転車盗難ですね。で、まあ、ちなみに23区で江戸川区を超える犯罪認知件数が多いのは、歌舞伎町のある新宿区と、あと生活保護世帯数圧倒的トップの足立区、あと人口が最も多い世田谷区などですね。その次あたりに江戸川区が来る感じです。そしたら地蔵通りから脱出して、その隣のサンロード商店街を歩いてみたいと思います。こちらも正直そこまで大きな商店街ではないんですけれども、大きな業務スーパーとかダイソーがあるところがポイントですかね。小岩らしい低価格なお店が多いです。で、最後は南口の正面に伸びている昭和通り商店街ですね。こちらは名前の通り昭和から続く昔ながらのお店が集まっていて、下町っぽい雰囲気を感じられますね。ただ撮影したのが平日の昼間だったからか、そこまで人通りは多くありません。この昭和通り商店街と先ほどのフラワーロード商店街の間っていうか、まあ、先の部分ですかね、はもう住宅街になるんで、帰り道にも使える通りですね。駅から10分も離れればかなり穏やかな住宅街になった印象ですね。ただ小岩って千葉県との県境なんで、場所によっては千葉を爆走する暴走族のバイク音がうるさいらしいです。はい、というわけで今回は東京の最東端小岩の街並みを見てみました。僕自身小岩は最安の街っていうイメージを持っていたんですけれども、実際に足を運んで歩いてみると、想像してたよりずっと綺麗だし、しっかりした街だなって思ったのが率直な感想です。で、しかも今後もどんどん再開発が進んでいって、高層のタワマンとか商業エリアも新しくできてくるんで、本当今後10年で人もお店も増えて家賃相場は上がっていってしまうんだろうなと思いますね。で、まあ現状の懸念点といえばやっぱり治安面ですかね。確かに夜系のお店とか飲み屋が多い、歓楽が一歩差もあるし、まあ、外国人もめっちゃ多いし、あと江戸川区は不良が多いって言われたりもしますからね。なので女性の一人暮らしにはちょっとかもなっていう気もします。まあ住めば都になる気はするんですけどね。マツコデラックスも一度住んだら出られなくなるって言ってますし。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。動画をご覧の方で実際に小岩に住んだ経験のある方は、ぜひ住み心地など実際の感想をコメントしていただけると嬉しいです。ではまた次の街をレポートしていきたいと思います。ではでは。